ここは新横浜国際クリニック石黒先生が運営しているもう一つのクリニック。今日は開園前にスタッフの業務から密着していく。これは今何やられてるんですか？これは、患者さんの眠らせるためのお薬を作ってます。朝って忙しいんですか？いつも準備でバタバタしてとったりと忙しいですね。おはようございます。撮影許可は、はい、今度はね、お腹にちょっと出るようにしてね、臓器の方前腕に見せていただきます。大きく息を吸ってみてください。ぐーっと息を吸って、1時間ほどで吸ったところで止めますよ。人間ドックで来ることが多い。早くないですか？早くないです。もうお昼は食べられると思いますので。見ていただきます。では空いてる通常胃カメラ検査にかかって10分から20分程度、鎮静剤を投与し、力内視鏡を入れました。カメラ入りね。今回のポリープを探している検査になるんですか？ポリープというか、何か胃の中に病変がないかとか、どちらかというと胃がんがないかとか、そういうのを調べてる感じ。胃がんとかだとどういうものが見えるんですか？胃がんとかだと胃の中に何かしこりっぽいのができてたりとか、へこんでたりとか、そういうのが見えますけども、ロックですか？ペロリ君は手で買ったことないです。はい、何年ぶりのカメラにそのうち異常なしね。ペロリがいそうだけどな。こうしてほしいんだけど、体をつぶそう、こっちの手っていうよりも下に落とした迅速な対応によりたった2分で検査が終了した。今なんか何が起きたのかみたいな、ちょっとむせ込んじゃっただけです。あ、なるほど。鼻がすごい出やすい人とかいるんですよ。あ、なるほど。はい、タバコ吸ってたりとか。はい、今では一体何だったの、タバコってそんなに違うんですか？先生と話したと思ったら、起きたら終わってて、すごい楽。これだったら何時受けてもいい。お待ちしてますね。例えばちょっと胃の中にピロリ菌がいるかもって先生がおっしゃってて、なので今回それで陽性が確認されたらお薬の方もそのままお渡しできますので。あ、そうです。うん。いよいよ2人目の検査。ちょっとの痛みがです。2年前は異常なしで、ピロリは検査されたことないです。症状もないです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これ今から何をやってるんですか？これは血圧を検査終わった後なので取っていて、あと点滴を抜針してます。点滴はその検査終わった後測る必要があるんですか？そんな特にないんですけど、大体皆さん緊張されて血圧が高い方ばっかりなので、はい、それは通常の血圧の値ではないので、検査終わってリラックスされた時に血圧の方を測らせてもらってます。あ、なるほど。今
今検査ちょうど終わったところで、これからお部屋戻りますね。もう終わりましたよ。あのお話しして、これは楽だ、確かに。ありがとうございます。大腸も同じ感覚で終わるので、ぜひ上下一緒にできるので、20分ぐらいで終わっちゃいます。うわ、やっときゃよかったかもしんねえな。そうですね、大腸カメラもぜひ。過去に入れないでやったときは戦時中の病院みたいな形で、はいはい、もう、うおーおらーって、わーって、わーちゃんと気持ち悪いしてんなとかって言ってる声が普通に聞こえてたんですよ。写真撮っときもよかった。誰の？俺普通に付き添いで。そうです。一人ですよ、おじさん寒いんですからね。生まれたての小鹿でしたよ。あ、そう。来年も一緒に来ていただいて。あの、自分でこう、足はまっすぐとか言われながら。来年にやること決めたい。はい、ありがとうございます。いやー、すごいか。すごいか。目は覚めてらっしゃいますね。はい、で、こちらは胃カメラで、これ喉を通ってですね、食道ってところに入ったところで、はい、ここですね、食道、はい、食道まず異常なし、はい、これ胃の中で、あの何かできてたりとかはないです。はい、ちょっと赤っぽいの分かります？はい、てん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 ってなってて、ちょっとザラザラしてる感じしますよね。はい、これ萎縮性胃炎って言って、まあ、慢性胃炎とも言うんですけど、はい、胃が荒れてるわけですね。で、結構胃が荒れてて、じゃあ何のせいかっていうのを考えると、おそらくこのピロリ菌っていうのは胃腸内胃だったので、はいはい、先ほどちょっと追加であのピロリ菌の検査したら、はい、やっぱり反応出てましたから。あ、そうですか。ピロリ菌の感染による慢性胃炎で状態ですね。まあ、それ以外は特に問題なしと。あ、そうですか。はい、で、ピロリ菌っていうのを放っておくと、どん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 胃が荒れるので、はい、胃がんができやすいんですね。はい、なので、あの退治をしておいた方がいいよと言われています。薬があって、はい、7日間飲むだけの薬ですね。はい、で、ピロリ菌のを退治する抗生物質が入っている薬で、はい、まあ、胃薬と一緒に飲んでもらう感じなんですけど、でそれを飲めば、まあ、ほとんどの方は1回でうまくいって退治できます。はい、で、たまにやっぱ効かない人がいるんで、効かない方はちょっと2回目の薬飲んでもらうことがあるんですが、はい、だからちゃんといなくなったかどうかを、あのピロリ菌の薬飲んだ1ヶ月ちょっとしてから、1回目ではなくてもうちょっと簡単な検査があって、はい、それでいなくなったかのチェックをするという流れですね。はいはい、の薬を例えば処方していただいて、飲んでる間とかで、お酒とかはやっぱ飲まないよね。極力やめてもらった方がいいですね。ピロリ菌はやっぱ放っておくと危ない、はい、そうですね、胃がどんどん荒れちゃうんで、はい、まあ、胃が荒れれば荒れるほど胃がんができやすくなるんですね。はい、だからまあ、放っておくのはやっぱり良くないですね。うん、なんか先ほど7日間でなんか飲むだけって言ったの、はい、7日間でなくなるってことですか？7日間で大体もほとんどの方はうまくいって、はい、ピロリ菌消えちゃうんです。だいぶ薬も昔より進化してきたんで、はい、ちゃんと飲めば治りやすいですね。はい、お疲れ様でした。こちら胃のカメラですね。これ喉を通って食道ってところで、綺麗ですし、この奥行って、この胃を通り越して十二指腸ってこの辺の状態ですね。十二指腸も異常なし。で、これ胃の中で、胃も基本的には綺麗です。一応こういうのとかポリープなんですね。これ異定性ポリープって言って、がんにならないタイプのポリープなので、当治療は必要ありません。はい、今日はこれで終わりですね。はい、すいません。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。